はい、おはようございます。スタジオリバーサイドへようこそ。本日ご紹介するのはこちら、フェンダーメキシコストラトキャスタープレイヤープラスです。まずはね、音の方を聞いてください。とてもね、可愛らしい音がします。電池いらないわけです。 IMG なんかってやってね。で、ここのところにね、エリック・クラプトンさんが使ってるのと同じタイプですね。もうノイズキャンセリングが入ってます。で、ここのね、スイッチ、プッシュプルス型のスイッチをアップにすると、ミックスになるわけですね。そうするとこういう、なんとも言えない、こういうサイズですね。これね、本当にね、笑われるかもしれないですけどね、朝静かにギターを弾いてると小鳥がね、このギターの音に合わせてさえずるんですよ。小鳥っていうのはすごく耳がいいんでね、この音に合わせてさえずるんです。はい、鳥っていうのはすごいもんですよ。こちらのギターはですね、某 IT 企業の社長さんにね、ちょっとご協力いただいて、私の、ね、大切なステージ用の一本として、入手したものなんですが、これに関しては手放すつもりがありません。はい、だって似合うでしょ、ほら、なんか似合うでしょ。はい、というわけで、これはね、本当に生涯大切に弾いていきたいと思っております。フェンダーはね、今本当に、USA がね、若干クオリティの低下が見られるかな。フェンダージャパンは結構いいです。はい、自信をお勧めします。そして一番一押しなのはフェンダーメキシコでございます。これはもうね、一番いいんじゃないかな、フェンダーメキシコが。これはもうメイプルのエッグなんですけど、もうこんなにいいメイプルはね、もう、僕が弾いた中では一番いいメイプルですね。本当にがっしりと硬くてね、チョーキングしたりね、またちょっと激しめのプレーをしてもしっかりとついてきてくれる。これ本当に素晴らしいことだと思います。ぜひね、まだ、これは、若干数、フェンダーのラインナップの中に残ってるようなので、色違いもあるのかな。ブルー系のコマ、
こういうねグラデーションになっているものもあると思います、私はサンバーストマニアなので、赤オレンジが好きなので、これを大切に使っております。もうここのところねもう一生懸命引いたんでもハゲてきちゃってるんですけど、まあ、そういうのもまた可愛いものでございます、はい、これもねちょっとつや消しになってるんですが、まあ、コンパウンドでふきふきふきとして少しずつね磨き上げていきたいと思います。すいません噛んでというわけで、スタジオリバーサイドから竹下敦史がお送りいたしました。それではまた See you next time です。